はい、こんにちは。こんにちは。せーの、オリケンチャンネルです。はい、今日はですね、ラーメンを食べに来ました。久しぶりにね、今年帰ってきてね、久しぶりのラーメンかな、そうだね、ほんと久しぶりね。まあ地元のラーメンに来てます。ロシアの時さ、汁がないけど、ラーメンみたいなやつ食べた？あ、焼きラーメンね。あれを食べたの。まあラーメンも焼きラーメンも食べて、まあでもやっぱちゃんとお店でね、汁食べたい。ずっとうるさかったもんね、レイドちゃんがね。ラーメン。楽しみ。大好き。楽しみですか、レイドちゃん。はい。これパキッて落とす。お、綺麗に割れてる。よかったね。ほら、ちょっとだけ見せる。昨日何しとったん？昨日は夜何しとったん？夜？タブレットばっかりやね。今日パパと一緒に寝てたけど、今日は下に寝てて。覚えと？暑かった？そう。違う、多分寝るも悪くて落ちたよ。落ちた？あそこまで。マリアがそれ言ったらね、半分ベッドに、あの上半身ベッドやん。下半身マッサージ機に乗っちゃうの。すごい寝方しちゃうね。いや、そう、一回それでもさ、ママが寝てる時、一回寝るも悪くて、バーンって落ちたのね。落ちた、あ、そうだ。で、起きてさ、すぐまた落ちてて。あ、そういうことね。焼き飯が来ました。この焼き飯パパ大好きなんですよね。で、ちゃんとあのあれ、優しい店員さんが見て、お皿を2個と、あと子供用の、はい、2人ともお子ちゃま、はい、小学生2人、どうぞ。いや、あとどっちだよ。はい、いや、ここにいるの。これどうぞ、ね、何言ってるんですか。小学生2人どうぞ。はい。綺麗に見えてる。いや、準備しようけど、これパパラだからあんたたちラーメン。それで、いただきます。いただきます。うん、大丈夫、マリアのもあげるわよ。いや、別にちょうだいって言ってないけど。あ、いらん。あ、ありがとう。おい、あ、だいぶ多い量取ったね。美味しいでしょ。美味しかろう。もうそれ以上食べ。おい、まあ食べんでいいぞ。おい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、来ました。いただきます。ねわちゃんがチャーシュー麺かな、で、マリアがバターラーメン。バターラーメンでバター入ってなかったらびっくりするよ。変な名前やなと思って。変な名前。ねえな、これどこ見ながら食べよう。マクボスさん。バターでコクになって感じ。あ、そう。どうですか。美味しい。これレオナの目見てわかるね。目見開く。最高。レオナ美味しいもの食べるとき。ね、目が開く。あ、ありがとう。いただきます。私はネギが怖いです。なんで？どうですか、マリアちゃん。最高。うん。美味しい。どんな風に美味しい？さっぱりしてて。さっぱり？ラーメンでさっぱりちょっとおかしい。レオだから突っ込まれるよ。マリアがさっぱりって言ったらそれはもうさっぱりなの。こってりさっぱりね。そうよ。こってり。ねえレオ、ねえ分かってないね、お姉ちゃんね。はい。大丈夫じゃないのよ。誰のせいだと思ってるのかしら。うん、美味しかろう、マリアのチャーハン。ほら、これ普通の焼き飯とニンニク焼き飯があるんですけど、このニンニク焼き飯のものがっつりニンニクが効いてとても美味しいです。で、このお店がですね、もともと僕が飲み屋してた時のスタッフがやってるお店なんですよね。だから
皆さんも食べに行ってください。場所はですね、教えます、はい、自力で、うん、どうにか探す、ね、最高。じゃあマリアちゃんとしたらラーメン食べてみましょうかね。チャーシューは食べないでね。チャーシューはすっごいいっぱいあるよ。チャーシューあれは違う、それバター漬けしたチャーシューな。でもこれおいしいでしょ。バターの味がね、うん、もういいよ、もういいよ、もういいよ。あ？マリアが食べた以上に食べてるよ、それ。いや、全然。2回や。パパも2回よ。それ3回目だよね。うん。はい、終わり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 。ケーキ。知ってる。え？あ、それならいいよ。こっちもいただきます。いや、でもパパ大丈夫。とりあえず、チャーフ。チャーシューか。それチャーシューがいただきます。うん。ありがとう。このチャーシューも肉厚でめっちゃ美味しい。多分チャーシューも美味しいやんこれ。あ、ありがとうございます。この店主の元僕のスタッフの。よろしくお願いします。もう一口いただきます。ちょっとレオナ氏も結構取りすぎでは、うん、私の取りすぎでは、取れないね。パパもよかった、美味しかった。あなたがどうやって食べたか見せてあげますよ。ケチそんなに取ってない。この一口よ、これが一口だよ。これはね、一口って言わないの。すごいこの姉妹、食べ物でいつも喧嘩する。わかる、それくらいじゃない、これの倍食べてこの嘘つき。レオナの味方チェックしようよ、ちゃんとあんまり食べ過ぎんようにね。えレオナね、うん、チャーシューまでいきます。いや、チャーシューいっぱいあるけど別にいいよ。あれネギあげた。ちょっと待ってやっぱ気づかううちに、あの焼き飯が半分になってるんですけど。おい、ハニーハニー、お前らですよ。やばい、リュウラがね、リュウラはね、さっき一口食べたけどね、ああマリーがね、そこに出てるしね。ここから撮ってね、むちゃくちゃたまらんけど、気がついたらパパの焼き飯半分になっとうけ。もう何も言いません。いいわ、はい、どうぞ。あのね、はい、こっちりしとって、はい、あのさ、はい、それでさ、チャーシュー、はい、の味がさ、しみとって、しみとって、はい、で、おいしい。あー、おいしいね。ちょっと待って、ママより上手かもしれない。かわいいね、それよくねえのよ、あまりや。しょ、うん、はい、前から持ってた。どうした？いや、今日出した。病院。ごめんね。だから病院行きやね、それで。おお、持った。やばい。やばい。ねえな。これは個人格差し割らないからね。無理は、あいつコラボライブに行けん。あ、そうだ。今マジでツンツされてる。何それか。でもラーメンの食べ方上手なっちゃうの。見せてよ、うち。おお。別に普通という。なんで私を見つめるの。やらないわよ。見つめないで。いやよ。あと私が失敗するのに楽しみたいでしょ。ああ、マリアすすれもんね。うん、
挑戦してみて。お、失礼だよ。ロシアの時、スピレオ、レオだね。400円してジェイドリーチが出る。いや嬉しい、嬉しいけど違う。この二人は、この二人はずっと二人でゲームの話をしてます。仲良い兄弟ですね。どっちが出らんじゃね。面白いあんたちね、話がよう合うね。うん、高校1年生と小学校3年生レナ、レナ目怖いんですけど見てまでや今気の目してはい、じゃあそろそろ最後の挨拶しようか。はい、今日も最後まで見ていただきありがとうございました。まだ食べてないんかい。よければグッドボタン、チャンネル登録をポチッと押して、おいてファミリーに入ってください。それでは、バイバーイ。